今日の俺のフィールドだ。ここが俺のフィールドだぞ。なんか久々に来た気がするな。まあ一回アスレチックの動画で出したことあるんですけど、ここすごい走って回れんだよね、これこうやってで上行けるっていう。上がってきたここが、まあ、2階層なんだけど、ここ結構回って逃げられる場所で上行けると。でなんか独特なんかこれマッチ棒みたいな、これ食べかけのマッチ棒みたいなやつを、おお。このアスレチック結構ね、こう走り回れる場所なんだよね。果たし状は送ってるから、やつらまだ間に合ってないってことは俺を舐めてるってことだな。電話だ。お前準備はできてんだろうな。もう向かってるよ。そういうことじゃねえ。俺はすでにアップを終えている。お前は百数キロになってもう早1、2年経つが、俺は今からなろうとしてる。俺は百数キロじゃねえ、おう117キロだ。俺は重りを装着した時の総重量を教えてやる。123キロだ。ポケットにいっぱいクリームパンを詰めることだ。じゃあな。クリームパンをいっぱい食べろ。どういうことだ。どうも、岸田渋谷です。戦争じゃい。この俺が挑戦者側に立って、今回打法に俺は立ち向かう。分かってこい。打法アスレチック基本的には、まあ、最下位争いの状態じゃないですか。まあもちろん。ただ忘れちゃいけないのは110キロ超えてるんですよ。今何キロ？117キロです。重て。117キロの状態でいつもアスレチックをやってるわけだ。117キロ界の中では運動してる人を除いたら結構上の方だとは思ってる。勝手にそう思ってたから。でもなんでさ、今一瞬呼吸止まったの。太ってっからね。無呼吸症候群。いや寝てる時だよそれ。俺は今日君に立ち向かいたいわけよ。アスレチックで勝負するのはいかがですか。しかし俺が貴様の方に歩み寄る。え、だってお前何キロ。俺65。50キロ以上超える重りを持てば120キロ vs 120キロだ。なんか珍しく勝てる気がする。120キロ対120キロの状態でアスレチック戦おう。よっしゃー。アスレチックをよくやりたいと思います。よっしゃー。いいだろう。それでお前が勝ったら120キロぐらいになるための重りを買ってきた。いやこの状態でこれだよ。片方約26キロだ。これをまず着て、またその上から着て行こう。まだ取るだけじゃない。お26。ここにいろいろと中に詰め込んで、ちょうどそんぐらい。まさい君とはカメラマンで、中尾君と元木君がいるんだけど、今回この2人にはちょっとカメラマンをやってもらうんですが、重り持ってもらいたい。おう、おう。重たくね。飛ぶ動きもあるし、まあ、走る、まあ、耐える、まあ、ぶら下がる、いろんな動きあるけど、2個来てさらに後ろに抱えた状態でやるわけです。手加減マジでなしでいく。本気でお前は叩き潰しに。これ負けたらいろいろとあれだぞ。いろいろとあれだから何かわかんないけど、何かわかんないけど100キロを超える、まあ世の中で言ったら巨漢ですよ。巨漢の歴は長いから、ポットでの疑似巨漢に負けちゃいけない。結構俺コーナー強いのよ。つけることによって多分死ぬのよ。そこの戦い方も考えなきゃいけない。で今日暑いから体力もしっかりと考えながらやる。今は別にこんな軽くさ飛べるよ。こんなね、こうやってパンパン飛べると。これ上から60キロぐらいが乗っかるって考えた時に俺飛べねえもん。捕まえる方もやるし逃げる方もやるから、どっちも勝ちたいんだよね。でもやつもさすがにそうはさせないと思うんだよね。まああいつも本気よね。向こうからしたら舐めてる。違うんだよね。舐めてるというか、これを機にやつがいつもやってることを俺は知る必要がある。いや普通にすごいと思うしね。あ、後ろで走ってる。ほんとだ。これで92してる方も。やばそう。やべえ、やばいかもしれんこれ。あ、待って、やべえ、これやべえな。重てえ。うわやべえなこれ。うわくそ、膝への負担がえげつねえ。どうしろってんだ。どうしようもねえ。面白いね。面白いねこれ。飛べねえ。そもそもこれで立ち上がれるのがすげえからね。ああ、いけそうだ。階段つらそう。これ長く持たねえな。
戦おう。おい、ちょっとあまりにもしんどすぎて一回外しました。どっちが追いでどっちが逃げかを決めます。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。逃げます。逃げか。鬼がシルクのナホが逃げ。今日こそ勝つぞ。おい、持ってるから。なんだ、アスレチック鬼ごっこ、よーい、スタート。飛べねー。なんかいつものシルクと違うの。ボケが！あいつ、やった！落ちて！120キロのプレッシャーってすごいんだね。しんどすぎる。飛べねえ。あそこのコース飛べねえのか。やべえ、負けちゃった。ここ逃げ切ろ。いや、事故ったな。アスレチック鬼ごっこ後半戦スタート。みんな落ちてんじゃん。落ちる速度やばかったよ今。俺の落ちた地面が割れたぞ。ほらほら、これはお互い落ちたな。俺が速いっていう錯覚に陥ってる今。インスタント巨漢はしんどい。1対1です。危ねえ。あー、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。逃げる。うおー、最後じゃあ、とっ捕まえてやるよ。見してやる、インスタント巨漢の逃亡劇を。準備はよろしいでしょうか。ああ。おい、タイマー頼む。タイマー、おめえがよくねえのかよ。ここで決着つけてやろうじゃないの。見してやるよ、瞬速の120キロ。両者、位置についてください。意気込みなんか語ってる時間あったら早く走りて、早く来い。アスレチック鬼ごっこ、よーい、スタート。起こして起こして、早く。カメさんじゃ重っ。うわ、上に詰まってっから。うわ、負けた。今回は負けを認めてやろう。ナホの勝利。いや、フィッシャーズやってきて俺鬼ごっこシルクに初めて勝ったかもしれん。さすがに早い。俺これで逃げ切れてたらもう足の形変わってるからね。いや、下ろせばね、これがどんだけ重たいか分かるよ。これが俺だ。次回は俺が62キロになるの。無理だ。動画見てくれてありがとう。ツインダイヤセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてますので、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。